ズ王者ジャイアント馬場が入場してまいります。今夜5度目の防衛戦を迎えました。チャレンジャーは恐怖スタンハンセンです。さあどういう顔つきで登場してまいりますか。過去何度かパワフルなウエスタンガレットを受けるジャイアント馬場、コンディションの調整もこの日のためにベストに持ってきてはいるんですが、しかしすごく強いチャレンジャーです。まさにタイトルは風前の灯火というふうに言っていいでしょう。タイトルを守る唯一の手段は何でしょうか。馬場の頭、今夜こそインサイドワークだけではないでしょうか。さあジャイアント馬場、この危機をどう乗り切っていくか。王者馬場、今夜5度目の防衛戦。チャレンジャースタンハンセンが入場してまいります。テーマ曲が流れております。千葉公園体育館、もう何も言うことはございません。本当にとにかく強い男です。テリーファンク、ドリーファンクジュニア、テリーゴーディ、ブルーザープロディーら超大物が帰国した後もこの男ただ一人暴れまくっています。いよいよ日本でベルトを巻くチャンスがやってまいりました。ハンセンの狙いは馬場の BWF ベルトを奪い、そしてニューチャンピオン、インターナショナルヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田のベルトを奪取する計画にあるようです。切り札はもちろん電光石火のウエスタンラリアット、チャレンジャースタンハンセンの登場。試合に先立ちまして PWF ヘビー級選手権試合、王者ジャイアントボバ、チャレンジャースタンハンセン、レフィーのジョー・ヒグチに花束が今送られました。これよりタイトルマッチ宣言です。リング上タイトルマッチ宣言でした。続いて王者ジャイアントボロからベルトの返還、過去両者の対決はスタンハンセン側が有利。スタンハンセンの1勝1、両者リングアウト、2反則負け、1両者反則であります。 PWF のベルトをかけては今夜4戦目。さあ両選手の紹介です。勝負の方は60分の一本勝負で行われます。さあ山田さん、いよいよ最終戦の大一番、馬場対スタンハンセン、 PWF のベルトをかけては4回目の対決になります。ジャイアント馬場にとりましては通算5度目の防衛戦、まずどういう風な試合展開になると思いますか。馬場選手にとってはですね、大変にきつい試合展開になるんじゃないかと思いますね。まあ、ただね、まあ、先ほど熊本さんが言われたように大一番に強いという馬場選手ですね。さあ勝負が始まりました。まずダブルチョップを打ちます。スタンハンセンを倒す立ち上がり、なかなかいいジャイアント馬場、まず攻撃に出ましたね。そうですね、やはりあの過去の試合を見てもですね、まず苦戦を削るところから始まってますね。はい、そしてスタンハンセンの脳天にジャイアントチョップを打ちまくるジャイアント馬場であります。5度目の防衛戦、力いっぱい135キロのスタンハンセンをコーナーに放り投げました。しかしスタンハンセンの猛攻が始まった。まずエルボーバットを耳の上に打ちます。しかしジャイアントバも負けておりません。右のパンチから左、そして逆水平、水平打ちを見せました。しかしサイドのヘッドロック、相手の頭をぐる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 回します。スタンハンセン、今度はジャイアントババの攻撃、サイドのヘッドロック、なかなかいい足をしています。今夜のジャイアントババ、足の位置はなかなかいいですね。はい、とにかくスタンハンセンという選手はね、攻撃をね続けさせるともう突拍子もなく強くなりますんでね、はい、間でね、ババ選手が反撃に行ってるのはいいですね。
これをやらないと絶対ダメですよ。今夜のチャレンジャーはもうファンの皆様が認めるところ本当に強いチャレンジャーだ。しかし俺は今夜こそ潔くすっきりとした形で防衛をしたいと、このようにジャイアント馬場試合前に語っておりました。このジャイアント馬場選手の今夜の作戦の秘密なんですけれども、山さん、どうやらあのウエスタンラリアット封じ作戦、あいつの強い肉体、いろいろなところが強いんだが腕をまず殺していきたいと、このように一言言ってました。はい、そうですね、非常にあのね試合前の馬場選手落ち着いていたんでね、はあ、私としてはなんか不気味な感じがしましたね。はい、さあ脳天チョップから16万円のつなぎだ、見せた16万円が当たりました。スタンハンセン場外に出てまいりました。チャレンジャーのスタンハンセンであります。まだこの全日本プロレスのマットに現れてからタイトルを取ったことがありませんスタンハンセン。しかしこの来日も絶好調で乗り込んできたスタンハンセン、いよいよ山田さん、スタンハンセン側から見ますとベルトを取る最大のチャンスじゃないでしょうか。そうですね、もうあの狙いに狙ってたね、ビッグチャンスですね。そうですね、さあそのスタンハンセンの攻撃か、おっと思い切って肩から当たります。負けません馬場、今夜は負けません、絶対に倒れません。スタンハンセンの目が非常に鋭くなってまいりました。左腕には、黄金の左腕にはご存知のように、さあおっと、左腕を未だちょっと温存してますね。そうですね、黒いサポーターが巻かれています。ひとまずジャイアント馬を場外に送り出しました。今は、あの右手のエルボーバットですね。はい、そうですね、はい、左は温存であります。おそらくね、馬場選手場外に逃げましたけれども、はい、あれは作戦だろうと思いますね。そうですね、そんなに大きなあのダメージは受けておりません。あのジャイアント馬場選手は 8.31 蔵前大会が終わった後、この馬場対ハンセンはタッグで3連戦を行ったんですけれども、その3連戦で勝負をしながら必殺のハンセン封じ作戦を編み出したというふうに言われてますけれども、山田さんは何を想像しますか。やっぱり腕殺しだろうと思いますね。腕殺し、はい、はい、もうそれしかないと思いますね。なるほど ね、 ね、さあ攻撃を仕掛けてきた。おっと、それからジャイアント馬場のスタミナを考えますと当然短期決戦というふうに見ていいでしょうね。はい、腕さえ殺してしまえばですね、はい、早い勝負、ああ行きましたね。アームビーリーカーに出てまいりました。アームブリーカーに出てまいりました。黄金の左の腕を殺しに出てまいりました。ジャイアント馬場であります。あの馬場選手のね、これまでの長い選手生活を振り返ってみますとね、はい、このアームブリーカー、つまり腕殺し腕折りという技は彼が非常に得意にしてた技なんですね。まあ、あのしばらく使ってなかったんで、まあ、上田選手にやった時も見直されましたけれども、はい、大変に彼は得意としていますからね、非常にいい作戦だろうと思いますよ。そうですね、さあまず序盤戦ではありますがジャイアント馬場が先に攻撃を仕掛けておりまして、どうやらペースはジャイアント馬場ペースというふうに見ていいですね。そうですね、いいペースになってまいりました。ね、ある程度の腕殺しに成功した場合、はい、仮にあのハンセンがですねウエスタンラリアットを出してきても受けるダメージは少ないと思いますね。なるほどね、はい、そしてあの蔵前大決戦、テリーファンク本当にさよならの引退試合、テリーファンクがもうアメリカに帰って一瞬気が抜けたようだというふうにジャイアント馬場語っておりましたが、自分の気持ちを引き締めるためにも今夜は絶対に勝つんだと心に銘じていますジャイアント馬場。さあしかしチャレンジャーのスタンハンセンが猛攻を仕掛けてきた。やはり一つ一つの技は重いスタンハンセンであります。そうなんですね、ハンセンの技はね重くて、しかもなおかつ切れ味が良くて速いと、もう3拍子も4拍子も揃ってますね。そうですね、まさにこの重量感あふれる攻撃でありますスタンハンセンであります。しかし序盤戦でいい作戦を見せましたジャイアント馬場、左の黄金の腕封じ作戦に出ております。ジャイアント馬場中盤から後半にかけまして、これは後から効いてまいりますからね、はい、今のところねハンセン非常に猛攻を続けているわけですが、はい、心なしか表情に焦りがありますね。あ、そうですか、はい、さあジャイアント馬場は左の腕がバックに手が回ってますが、これを振りほどきましたスタンハンセンであります。サイドのヘッドロック、そしてニーパッド、ジャイアント馬場の耳の下に打ちました。さあダブルチャップ、ダブルチャップを打つ、もう必死ですジャイアント馬場。ダブルチャップ大きくロープに飛ばして、なんだカウンターだ、カウンターのチャップ、スタンハンセンひるみました、スタンハンセンがひるみました。ジャイアント馬場今夜は好調であります、いい出だしを見せておりますが、リングの中央、今度はロープに逃げられないポジションだ。ここでスタンハンセンが一気に勝負を仕掛けてまいりますか。大きくボディースラム、大きくボディースラム、一歩ロープに下がった、エルボードロップ喉元に命中、これは怖い技だ、一つ一つの技まさに重量感があります。
本当に迫力満点、三冠戦の攻撃。さあ一瞬の隙を突いて外した、ジャイアント馬場が外しました。大きく肩で息をするジャイアント馬場、そして一旦は三半線をロープに送り出した、場外に送り出した。ここで追い打ちをかけるようだ、エプロンサイドでキックを浴びせる、エプロンサイドでキック、さらにまた追い打ちをかける、場外だ、場外で追い回す、ジャイアント馬場であります。この作戦どうですか。いいですね。いいですか。思い切っていくべきですね。ああ鉄柱攻撃ですね。鉄柱攻撃に出ましたが、ここで先に入る、もちろんジャイアント馬場が先に入りました。考えています。カウント点を非常にうまく使いますが、三半線の今度はダメージはどうでしょうか。もう、ちょっと腕を左腕をね押さえてますね、はい、そうですね。ジャイアントババがさあウルトラシーを見せるか、久々にそうわっと思いつけ飛びました。ハーフローからジャイアントババが飛び込みました。そしてダブルチョップで相手の脳天を打ち砕く、そのままカバー、あとカウント2まで入りました。ジャイアントババがトップロープに上がる、スピード速かったですね。思いがけない、ね、攻撃が出てきましたね。そして追い打ちをランニングネックブリーカードロップ、ランニングネックブリーカードロップ。久々にジャイアント馬場がリングの中を走った、そのまま大いかぶしゃった、大一番に勝てるか、カウント2、これが切り札だったのかもしれません。しかし切り札が効きませんでしたね。そうですね、かなり顎が上がっておりますが、ピンフォールまでには至っておりません。ランニングネックブリーカー大技を打ちました。そういえば過去の5戦でこのスタンハンセンにはランニングネックブリーカー初めて打ちましたね。そうですね。もう一番、ああウエスタンラリアットだ、至近距離からのウエスタンラリアット、一発でババ倒れた、危ない危ない、これは効いた、ババの意識は朦朧、すごいダメージだ。まさに至近距離からのウエスタンラリアット、とうとう黄金の左腕で火を吹きました。場外乱戦であります。ジャイアントババ対スタンハンセン、さあランニングネックブリーから打ったジャイアントババ非常に有利だったんですが、ウエスタンラリアットで勝負は、おっとスタンハンセンが左の腕をね、赤い鉄柱ですね、つけられましたね、赤い鉄柱に左の腕を打ち込みます。さあ場外で左の腕をかばいながら、しかしまだまだスタンハンセンはどうしても欲しいタイトル、 PWF に執念を燃やしておりますので、再び一旦リングの中から今度は場外にやってまいりました。スタンハンセンが椅子を掴んだ、ラフプレーに出ます、思い切ってジャイアントババのボディに思い切って椅子を放り投げました。ババもダメージを負いました、ババもダメージを負った、すごい試合になってまいりました。まさに必死の形相、ジャイアントババ5回目の防衛戦、さあどうだ、タイトルへの執念だけだ、ババ今入ってきた、しかしエルボーを打ち落とす、エルボーを打ち落とす、さあどうだ、スタンハンセンが攻撃を仕掛けます。まだまだウエスタンラリアット打つチャンスはあります。さあババが送り出して16本届かない、ウエスタンラリアット2回目、そのまま追いかぶさってカウント、どうだ、ダメだ、敗れた、ババ敗れました、ババ敗れました、とうとう黄金の左腕に敗れました。ジャイアントババタイトルを失いました、ニューチャンピオン誕生、ジャイアントババ敗れました。スタンハンセンとうとう執念で PWF のヘビー級のベルトを奪いました。敗れましたねババが。そうですね、よくねババ選手今日好調に動いてましたけれどもね、さすがにあのねウエスタンラリアットの波状攻撃を食ってね、とどめを刺されましたね。最後は耐え難め、勝負は9分飛んで2秒で勝負がつきました。スタンハンセンが全日本プロレスのマット上で初めてタイトルを取りました。しかもジャイアントババの虎の子のベルト、 PWF ヘビー級のベルトを取りました。ニューチャンピオンはスタンハンセン、ニューチャンピオンのスタンハンセンに日本テレビから勝利のトロフィーが贈られております。そして銅にはもうすでにスタンハンセンの銅に、黄金のチャンピオンベルトが巻かれております。敗れ去りましたジャイアントババ、心なしか背中非常に寂しそうでありますが、しかしジャイアントババ必死で戦ったんですけれども、スタンハンセンのパワーの前に敗れ去りました。倉持さん、倉持さん、ジャイアントババ選手のですね、表情を見てきたんですけども、口から泡を吹いてですね、かなりこのウエストナリアットを受けた衝撃が強いようですね。全日本プロレスもね、選手に抱えられるように控え室に運ばれました。口から泡を吹いてるんですか、はい、相当の山田さんダメージなんですね。そうですね、やはり、ね、最初のねウエストナリアットはかわしたんで、一応食っても、はい、なんとかあの我慢したんですがね、あの風にあの波状攻撃を食ってはね、たまらないですね。しかもあの今日の特徴は非常にあの近い距離からの、はい、ウエストナリアットであったということですね。ジャイアント馬場選手は今年の2月の11日アメリカまで出向きまして、アメリカセントルイスチェッカードームでハーリーレースからこの PWF のタイトルを奪還して帰ってまいりましたけれども、今年2回目敗れてしまいましたね。そうですね、ニューチャンピオンはスタン・ハンセンでございます。今日の馬場選手はね、案外あの
出来が良くてですね、非常にスタートから頑張ってた、入ってそれが裏目に出てしまいましたね。そうですね、はい、今後のこの PWF ヘビー級のベルトの行方は果たしてどうなるんでしょうか。ニューチャンピオンが誕生しました。 PWF のニューチャンピオン、王者はスタン・ハンセンであります。山さん、どうもありがとうございました。どうも。全国のプロレスさんの皆様、ごきげんよう、さようなら。